物価のこのように緩やかな下落が日本経済停滞の根本的な原因であるとは考えにくい。一方、この間の資産価格の下落については東証株価指数や市街地価格指数がピークなら 70% から 80% も下落するなど大恐慌に匹敵するほどの深刻なものとなっている。資産価格の下落は日本の金融システムに深刻な打撃を与え、ひいては一般物価を含む実体経済全体に大きな影響を与えている。そこでお伺いします。90年代以降のデフレの原因というのは一体何なのか。総裁候補は資産価格の下落を当時、ご指摘になりましたけれども、デフレが日本経済にどのような問題を起こしているのか、つまりデフレの何が問題なのかということについてご見解を聞かせてください。また日本銀行にとって、この間のデフレ問題がいまだに解消されないこの理由について、そもそも分析が誤っていたのか、日銀の処方箋が間違っていたのか、総裁候補のお考えを聞かせてください。上田参考人。1990年代以降の日本経済という意味で長い目で、振り返っていますと、やはり、90年代から2000年代初めにかけて続きました地価株価の大幅な下落というものは、大きな影響を経済にもたらしたと考えております。金融仲介機能を麻痺させ、これが経済の回復を遅らせたということでございます。さらに踏み込んで申し上げれば、そこの処理を90年代にもう少し早めにするということができなかったために事態が長引いたというふうに考えてございます。ですから、デフレの中に一般物価のデフレだけでなくて資産価格のデフレまで含めますと、この場合金融仲介機能に強い大きなマイナスの影響が発生し、経済の足を長期にわたって引っ張ったというのが一つ大きな当時からのマイナス点、当時のマイナス点として指摘できるかなと思います。資産価格の下落が続くという状況ではなくなってきておりますし、それから金融機関のバランスシートも回復してきております。ただ、当時のデフレあるいはその後のゼロインフレ近辺の動きが長引いたことによりまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、そういう物価や賃金を、プラス方向には動かさないという動きがある種の、よく言われる言葉ではノルムというふうになってしまったことが、経済の、ちょっとしたプラスの動きが物価や賃金あるいは実体経済に波及していくという動きを弱めできたという面も、その後、目立ってきているように思います。今これはちょっと、ようやく、解消する、兆しが出てきてはいるとは思いますが、でそういう中で、これも先ほど来別の形で申し上げてきましたが、この間に行われました金融緩和政策の効果が、一部あるいはかなりの部分限定的であったという、ある種の副作用も、出てきて金融緩和が長引いてしまったということなのかなというふうに認識してございます。田村隆。